英兵任務中のコールドストリームガーズ連隊兵士。コールドストリームガーズは、イングランドの不評連隊。新京都革命時代の1650年に、イングランド共和国の不評連隊として発足し、イングランド内戦では、陸軍第一次英乱戦争では、海軍の部隊として戦い、王政復興後は、イングランド王国のこの F 不評連隊となっている。 現在においてもイギリス陸軍の部隊として海外に派遣され、あるいはこの衛兵としてロンドンでの衛兵や儀仗任務を行っており、継続して任務についている連隊としては世界最古である。日本ではコールドストリーム連隊、コールドストリームガーズ連隊、コールドストリーム、このエ連隊、コールドストリーム、この絵不評連隊、このエコールドストリーム連隊、 このエコールドストリーム不評連帯等複数の表記例がある。イギリスでは18世紀から19世紀にかけて連帯を番号で呼んでおり、その頃はセカンドレジメント・オブ・フット・ガーズとも呼ばれていた。そのため、この時代以外の記述にも、この F 表、第2連帯あるいは第2この F 表連帯等と日本では表記されることもある。また、このような資料の作戦地図にある、 軍隊符号で通じと表記されている、不評連隊もコールドストリームガーズのことを指す。一方、英語の記述では、この時代でも、セカンドではなく、当時あった3個のこの F 不評連隊が、ファースト、コールドストリーム、サードフットガーズと表記されることも珍しくない。イギリス陸軍で最初の常備軍である、オリバー・クロムウェルが組織したニューモデル軍の連隊として、 1650年4月23日にジョージ・モンクがベリックで設立した。当時の名前はモンクの不評連帯であった。モンクの不評連帯は1647年にアンサー・ヘジルリ事卿がニューカッスルで創立した連帯からのご個中隊とバーウィックで創設されたジョージ・フェンウィック大佐の連帯からのご個中隊を合わせて編成された。ジョージ・モンクは チャールズ一世時代に失脚し、新京都革命時には議会派に属していた軍人であり、イングランド内戦における最も優れた軍人の一人とも評されている。ダンバーの戦い、文句の不評連帯は、1650年9月3日のダンバーの戦いに議会派として参加し、初陣を飾った。この戦いに議会派が勝利したことによって、スコットランドは、 議会派に制圧されたこの戦いには、スコッツガーズの前身である、チャールズ2世の護衛不評隊が応答派として加わっていたが、さらに翌1651年のウスターの戦いにも、敗れたため、チャールズ2世は大陸へ亡命し、護衛隊は解散させられた。そのため、スコッツガーズは1642年創立とされているが、再建される1661年まで、 廃止状態だったため、最古の連帯とは認められていない。1652年に第一次英乱戦争が始まると、文句大佐は、ジェネラルアットシーに任命され、戦隊を率いて、オランダ艦隊と戦うことになった。そして、ポートランド沖海戦で専人のジェネラルアットシーであった、ロバート・ブレイクが負傷した後は、イングランド共和国艦隊の総司令官として、 ガッバードの回戦及びスヘヘ人間の回戦の指揮を取った。この間、文句の不評連隊は文句将軍に従って艦隊に乗り組み一連の回戦を戦った。チャールズ2世2007年のトゥルーピングザカラーで更新するこの F 不評連隊軍学隊。グレナディアガーズ軍学隊が手前なのに対し、コールドストリームガーズは一番奥に位置している。 1660年、王政復古の宣言がされると、文句将軍は、王統派に転じ、公認のジェネラルアットシーであるエドワード・モンタギューに、対し、艦隊を率いて、国王を亡命先のオランダへ迎えに行くよう指示した。エドワード・モンタギューは、この頃地方に陰遁していたが、ロンドンに残していた執事のサミュエル・ピープスを通じて、議会の動向を把握しており、文句に従って、 イングランド艦隊を掌握し、オランダへ向かった。文句の不評連隊は、スコットランドのコールドストリームに駐留していたが、スコットランドへ上陸したチャールズ2世と合流し、ロンドン入場に同行した。そのため、現在でも、母兵の際はこの時に通った、イングランド側の沿道地域出身者を優先採用している。また、現部隊名のコールドストリームは、 このごろついたあだ名である。この年、文句の騎馬護衛隊が、第二この駅兵隊となった。この騎兵隊は後に、他のこの駅兵隊と統合されて、ライフガーズ連隊となる。翌1661年、文句の不評連隊も、この位連隊となり、ロードジェネラルズ、この F 不評連隊となった。また、1664年には、コールドストリーム連隊の兵士500名が、 会場勤務に転じ、デュークオブヨークアルバニー l b 会場不評連隊が編成された。この連隊はイギリスで初めての環状勤務を専門とする不評部隊であり、イギリス海兵隊の母体となった。この F 不評連隊としてはすでに、チャールズ2世がウスターの戦い後の1656年にブルフヘで、 創設したロードウェントワースこの F 表連隊と1660年創立のジョン・ラッセルこの F 表連隊があり、両連隊が1665年に統合されて、この F 表第一連隊とされた。しかし、これらの連隊より古いコールドストリーム連隊の兵士は、その階に位置づけられることを認めることができなかった。チャールズ2世がこの絵第二連隊と呼んだところ、 第二とされることを兵士たちが拒否して命令に従わなかったため、文句将軍の進言に従って、コールドストリーム、この絵連隊と呼んだところ命令に従ったという逸話もある。文句将軍が死去した1670年、この F 表、第二連隊となったが、第二とされる抵抗官から通称であったコールドストリーム、この F 表連隊が公式に使われるようになった。そして、 このような経緯から、ナリーセキューンデュースが、連帯のモットーとなっている。また、現在でもクレナディアガーズへの対抗意識は強く、イギリス陸軍における、連帯序列は、クレナディアガーズの次だが、この F 表連隊が整列する際は、クレナディアガーズの隣には並ばず、反対側の端に位置する。ワーテルローの戦いの両軍配置図。手前の青が、フランス軍で、赤が、 イギリス・オランダ連合軍、黒がプロイセン軍。左下の突出した部分がウーグモン艦。フランス軍左翼の霊湯軍団が抑えられている。コールドストリーム、この F 標連隊は王政復興後のイギリス陸軍にとって初めての海外遠征である1680年のタンジール以降ほとんどの戦役に参加しており、最も多くのバトルオナーズを持っている。 1680年代には、ガーター勲章の聖章が、連帯の起章として制定された。ナポレオン戦争における1815年の、ワーテルローの戦いにおいては、コールドストリームガーズは、ウーグモン艦攻防戦での優先が知られている。ウーグモン艦は、イギリス軍右翼に位置する上艦で、中央のルエイ、サント及び左翼のパプロットにある農家と共に、防衛拠点とされていた。 初戦でパプロットは陥落し、ルウェイ、サントは両軍が衝突する中心となり、最後には陥落した。一方、ウーグモン艦はナポレオン・ボナパルトの最初の攻撃目標となり、海戦と同時に攻撃にさらされ、フランス軍の前進により敵中に孤立した。コールド・ストリームガーズのジェームス・マクダネル中佐が指揮する、コールド・ストリームガーズやスコッツガーズ等から文献された。 系譜標中隊からなる四個中隊規模のイギリス軍守備隊は、オノレシャルルレイユが指揮するフランス一個軍団の攻撃を受けたにもかかわらず、戦いが終わるまで、この宝御の要である上官を守り通した。フランス軍は、ウーグモン艦が陥落しないことにより、左翼の自由を奪われ、攻略のために一個軍団が終始釘付けにされた。クリミア戦争の初戦アルマ側の戦いで突撃する。 コールドストリームガーズ連隊。ナポレオン戦争後の1817年、コールドストリームガーズが正式名称となった。1831年にはフュージリアの称号を受け、連隊の全将兵に敵弾兵防の着用が許された。そして、その帽子の右側に赤の羽飾りが付けられるようになった。1850年代に行われた陸軍の服装改定により、 不評の制服の上着は赤い一列ボタンのチュニックになった。それまで他の連帯の制服もボタンの配置が2個ずつの組になっていることがあったが、この改正以降上着のボタンが2個ずつ4組で、計8個の制服はコールドストリームワーズを示す特徴となった。1856年にビクトリア十字章が、そして1940年にジョージクロスが制定されて、以来、 コールドストリームガーズ連帯からは13名のビクトリア十字賞受賞者と1名のジョージ・クロス受賞者が出ている。ビクトリア十字賞が制定されたクリミア戦争ではインカーマンの戦いとセバストポリ包囲戦で各2名の計4名が受賞した。そして第1次世界大戦では7名がビクトリア十字賞を受賞し第二次世界大戦では2名がビクトリア十字賞1名が ジョージ・クロスを受賞した。第一次世界大戦中の防衛ポスター。a s f サイト及び連帯公式サイトより、1682年から1993年まで、コールドストリームガーズは2個の代替が基本とされ、1897年から1959年までは、第3代替が増設されていた。また、第一次世界大戦中は、第4代替 第二次世界大戦では第四大隊に加えて第五及び第六大隊が増設された。1993年に第二大隊は活動休止とされ、大隊の連隊機は第七中隊に引き継がれた。イギリス陸軍の各連隊には軍楽隊が置かれていたが1994年に分離され陸軍音楽学校を母隊として編成された。 陸軍音楽軍団のもとに編入された。そのため、現在では、コールドストリームガーズ軍学隊も、コールドストリームガーズ連隊ではなく、陸軍音楽軍団の参加にある。女王の随員を務めるこのエコールドストリーム連隊の連隊長代理。連隊本部は、バッキンガム宮殿の向かいにあるウェリントンバラックスにある。カーネルインチーフには、歴代君主が就任しており、 名誉職の連隊長は陸軍の将官あるいは王族が務める。そして実務は連隊長代理が取り仕切る。連隊長代理には大佐が当てられる。湾岸戦争中のイギリス機械化不評部隊。第二次世界大戦後の冷戦時代はドイツやアイルランド等に駐屯した。1990年代はウォーリア装甲戦闘車等を装備した機械化不評として、 湾岸戦争やボスニアヘルツェゴビナ紛争等に派遣されていた。2000年代に入ると警府表編成となりアフガニスタン等に派遣されている。衛兵勤務中の二人のコールドストリームガーズ連隊上級歌手館。第七中隊は独立中隊でロンドンに常駐して衛兵、議場任務を行う。弊社は2007年に150年間使用されたチェルシーバラックスから 王立砲兵連隊のウイリジ・バラックスへ移転した。儀式の際にイギリス陸軍の将兵が着用する清掃は19世紀後半からほとんど変わっていない。不評は赤いチュニックに濃紺のズボンで、この絵兵は袖の形が異なる。また、この絵不評はベアスキン帽を着用する。一般布標連隊の制服は袖の色が連隊ごとに異なるが、 この F 表連帯は、上着のボタンの配列とベアスキンにつける、羽飾りの色が異なる。コールドストリームガーズ連帯は、上着のボタンが2個ずつ4組で、計8個、帽子の羽飾りは右側に赤となっている。ありがとうございます。